グアルディア・ピエモンテーゼは、イタリア共和国カラブリア州、コゼンツァ県にある人口約1900人の基礎自治体。この地域には、中世、キリスト教の遺端とされたワルドー派の信者たちが、ピエモンテ山幹部の奥語が話される地域から、迫害を逃れるため移り住んだ。この町は1561年の虐殺事件まで、カラブリアにおけるワルドー派の中心地の一つであった。 グアルディア・ピエモンテーゼには、現代においても数百人のク語話者がいる。地名は、歴史の中で変遷を経ている。グアルディアは、監視する、外を見るを意味しており、おそらくは11世紀に海岸に建設された、監視塔に由来している。グアルディアは、地元の有力な領主であるフィスカルド家にちなみ、グアルディア・フィスカルディと呼ばれるようになった。 奥語を話すワルドー派の人々が定住するようになると、クアルディア・デバルディという名になり、ワルドー派が弾圧されると、クアルディア・ロンバルダと呼ばれるようになった。現在のクアルディア・ピエモンテーゼに改められたのは1863年のことである。この名は、ワルドー派の人々がやってきたピエモンテに由来する。コゼンツ県西部に位置するコムーネ、町域はティレニア海に面する。 パオラから北北西へ約 12km、ディアマンテから南南東へ約 28km、ケントコゼンツァから北西へ約 29km、スペッツァーのアルバネーゼから南西へ約 35km、州ト・カタンザーロから北西へ 80kkm の距離にある。隣接コムーネ、編集隣接するコムーネは以下の通り、 グアルディアの町がいつ建設されたかは知られていない。グアルディアの地名のもととなった海岸監視塔は11世紀に建設された。これは沿岸部を襲撃するアラブの海賊に対抗するためのものである。バルドー派は12世紀後半にリヨン出身のピエール・バルドーを中心に形成されたキリスト教の教派であるが、1184年にローマ教皇から異端宣告を受けた。 12世紀から13世紀にかけて、ボッビオ・ペッリーチェ及びとってペッリーチェ一帯での異端神門から逃れたワルドー派の人々がカラブリアに到着した。1315年までに彼らはモンタルト・フーゴに定住し、またの地にはサンソスティ・バッカリッツォ・サンビンチェンツォにも定着した。地元の領主であるスピネリ家は彼らに避難所を与えた。 1375年までには、彼らは、海抜500メートルの丘に定住した。これが、現在のグアルディアの上の町にあたる。長年にわたり、ワルドー派の人々は、表向きローマカトリックの信者を装っていき、ミサに参加したり、子供をカトリック教会で洗礼させたりした。しかし、私的な領域で彼らは、その信仰を守り、およそ2年の間隔で巡ってきては、 数日間滞在していくワルドー派の巡回説教士の説教を受けた。16世紀前半に展開された宗教改革の成功を受け、それまで潜んでいたワルドー派の人々の多くは、自らの本当の信仰を隠さないようになった。1532年、ワルドー派は、ピエモンテのチャンフランで開かれたのびにおいて、信仰を公にすることを決議した。カラブリアのワルドー派の人々は、 マルコ・アセグリーを特使として、ジェノバに送り、説教者の派遣を求めた。これにより、ジャンルイジ・パスカールがカラブリアに派遣され、グアルディア・ピエモンテーゼとサンソスティに、ワルドー派の教会が設立された。ラ・キエザ・デル・サンチッシモ・ロザリオ、イット・ストロジェ・デイ・バレデシー・ディ・カラブリアも参照・ピエモンテでの、ワルドー派の活動活発化を受け、影響力のあった、モンドビシ教。 数奇教、ミケーレ・ギスリエリは、1560年、ワルドー派に対する十字軍を開始した。カラブリアのローマ・カトリック教会修道院長、ジャイアブンはアントニオ・アナニアは、ギスリエリに対し、カラブリアのワルドー派が、独自の説教士を採用していることを報告したため、ギスリエリは、修道院長に対し、コ午前茶大司教、トディオ・ゴディと連携して、異タン・ワルドー派を根絶するよう命じた。 まず、アナニアは、脅迫をもって、ワルドー派に回収を強要しようとしたが、彼らはこれを拒否した。不吉な予感を得た多くのワルドー派の人々は、周辺地域から要塞化されたグアルディアへと逃げ込んできた。グアルディアの領主、サルバトーレ・スピネッリは、ワルドー派を落ち着かせるよう試みるとともに、パスコールとアセグリーには、逃亡を進めたが、無駄に終わった。 異端に組みしているという非難を受けることを望まなかった。スピネッリは暴略を用いた。1561年6月、彼は40人の家臣と共に街の中に入ることを求めたが、その際には非武装で赴くと伝えた。領主に忠実なグアルデアの人々は彼らを街に入れた。6月4日から5日にかけての夜、スピネッリとその そして続く2週間の間に、スピネッリたちは、グアルディアとその周辺で2000人のワルドー派を殺害した。サルバトーレ・スピネッリは、イタン・ワルドー派の根絶を記念するために、グアルディアに、ドミニコ会の教会キエーザデル・ SS ・ロザリオを寄進した。1565年4月、彼はその功績をもって、フスカルド公爵に除せられた。ワルドー派の教会は破壊された。 虐殺を生き延びた人々は、ローマカトリック教会に改宗しなければならず、ワルドー派の子孫同士の結婚は禁止された。町の家の正面扉には、スイオンチニーと呼ばれる覗き窓が外からうがたれることとなったが、これは住人が完全に改収しワルドー派の伝統を、本当に遠ざけているかを、異端審問官が確認できるようにするための、ものであった。 このような覗き窓がうがたれた扉は、現在も見ることができる。ポルタデル・サングエチェントロディクルトラ・ジャイアブン・ルイージ、パスコール・ラキア・ディバル・ペリス・グアルディア・ピエモンテーゼは、オック語の言語島として知られる。エスのローグでは、オック語の項目において、グアルディア・ピエモンテーゼでもこの言語が話されていることが、挙げられている。オクシタニア・ナショナリズムの中には、グアルディア・ピエモンテーゼを、オクシタニアに含む主張もある。 当地で話される、オック語は、ビバロアルピーネ方言の編集で、グアルディア語とも呼ばれる。危機に瀕する言語のレッドブックによれば、グアルディア語の和者は340人で、重大な危険に置かれているとされる。この町の正門ポルタデル・サングエの名は、1561年の虐殺を記憶するもので、町内で殺戮された人々の地がすべてこの門から流れ出たとされることから名付けられた。 この門の隣には京チェントロディクルトラジャイアブンルイージ、パスコールと名付けられた文化センターがあり、グアルデアのワルドー派の歴史に関する常設展示も行っている。現在のピアッツァ・キエーザ・バレデスは、かつて破壊されたワルドー派協会のあった場所である。1975年、グアルデアの姉妹都市であるトレペ・リチェから、ピエモンテの岩がちな山岳地帯から逃れた。 グアルゲア人の子孫を記憶するために、バルペリリチェのイワラキアディバルペリスが送られ、ワルドー教会広場に設置された。1561年の虐殺の中の犠牲者のうち、名前が知られている118人の犠牲者の名前が、岩にはめ込まれた名板に刻まれている。ありがとうございます。